あります。あんこちゃんを起動しました。ちょっと待って、これおかしくない？え、ちょっと待って。
ちょっとこれおかしいな、これ。ああ、もうやってられねえわ。もうやってられねえわ。あれしよう、拡散しよう、拡散しとこう。2チャンネルに拡散しとこう。チャンネル拡散しとこうと。で、これ一回こっち行って、貯金がなくても、よしよしよし、
日はめっちゃあったかいぞ。明日10度ぐらい下がるんじゃない？今日あったかい18度ぐらいだけど、明日10度ぐらい。急激に下がるからあれだな、風邪ひく可能性ある。明日はい、ニコミさんいらっしゃい。今日ね、朝なんかいきなり電話がかかってきて、で、あのニューロのね、俺が加入してるあのプロバイダーのニューロ光の、なんか安くなりますよ的な電話が来たんですよ。で、とりあえずなんか勝手にね、うんうんって言ってたらね、なんか勝手にことが進んでったから、これやべえなと思って、なんかもう加入しなんかうんうんって言ってるだけでなんか加入させられそうになって、あ、ちょっと折り返し電話するからちょっと待ってくれと、まあ言ったんですけど、そのフリーダイヤルのうん、なんかね、安くなるらしいです。うん、今、俺が加入してんのが、ニューロ光のマンションミニってやつなんだ。マンションミニってやつなんだけど、それから普通のニューロ光のマンションってやつに変わるらしい。変えると、月額が、今だいたい5000円ぐらいなんですけど、月額。それが3000円ぐらいになるらしいんで、2500円とか3000円ぐらいになるらしいんです。なんで、まあ、安くなりますよ、的なね。まあ、電話だったわけです。で、怪しいと思って、そのかかってきた電話番号をググったんですけど、ちゃんと安心した。いや、多分速度変わんねえな。速度変わんねえらしい。だからぶっちゃけて言うと安くなるっていうだけ。だから5000円から2500円ぐらい安くなるっていう話だったんで。まあ、加入しようかなと。まあいろいろ工事とかもあるらしいけどね。なんかね。まあ値段変わ、か、あ、安くなって、ね、速度変わんねえんだったら、まあ変えた方がいいやろ。まあさっきいろいろググったんだけど。ネットで調べたら何万か手数料もらえるとこあるかもしれないよ。あ、キャンペーンな。そう。前、俺がこの家に住み始めて、まあ3年ぐらい前に、キャンペーンみたいなので、3万5千円もらいましたからね。3万5千円キャッシュバックされましたよ。加入してね、6ヶ月ぐらいで半年経ったら、3万5千円もらえるっていうキャンペーンみたいな。結構このニューロ光はね、キャンペーンやってるんだ。で、さっきググったところ、
ああ、そうそう。1万円でしたね。まあ、1万円キャッシュバック的なのがあったんです。まあ、月額も安くなるし、まあ、1万円もらえるしで、まあ、いいこと尽くしじゃねえのって話。まあ、速度も変わんねって書いてあるから、おそらく大丈夫だと思うんですけど。まあ、あれだな。安くなんだったらいいな。明日あたりちょっと電話して、切り替えてもらおう。工事とか、回線の工事とかあると思うんですよ、おそらく。で、俺のこのアパートが、なんか、光になんか対応してないとかなんとかで、工事で、穴開けて、通したんですよ。エアコンの後ろにある穴みたいな、穴?そのエアコンの、後ろに穴が開いてるんですよね。そこから通したんですよ。回線。だから、まあ、多分そこの回線とかもなんかやるんだろうね。多分ね。ニューロ光はね、今、直接電柱から通したんだ。そう。本来、なんか電話回線とかがあるところだったら、その電話回線から通すらしいんだけど、俺の場合なかったんで、直接通したんですよ。ニューロ光は、速度は全く問題ない。測るとね、800とか出るから。800メガとか出るからね。通信速度、やると。今じゃ実験に、あれやってみようか。速度検査してみようか。速度検査。ということはマンション全体が電話回線使えるようになったってことかな。わかんない。今やったところによると、多分下り回線が200メガ。で、上り回線が487メガ。なんで、まあ、問題ないでしょ。全く問題ない。問題ナッシング。まあ、これから、変えたら、この速度がまあ変化するかもわからんからね。まあ、一応。まあ、実験でね。まあ、速度出ないっていうことになったら、まあ、なったで、
どうしようかな。速度遅くなったらあれだな。嫌だけど。でも、一応、ググったところによると一緒らしいから。回線速度は一緒って書いてあったから、多分大丈夫だと思うんだけどな。昔さ、俺が実家で使ってたさ、パソコンでさ、あの回線速度すげえかったかな、ビッグローブってやつ。ビッグローブの光で、ね、30メガぐらいでしたね。30メガ。ゴミみたいな回線速度。光回線なのに30メガって頭おかしい。マンションの電話回線使うようになったら共用になるから遅くなる可能性ある。100メートルの契約で？いや、1ギガです。1000メガです。1000メガの契約で、あの30しか出てなかった。すげえぼったくりだと思うから。ビッグローブはマジゴミかす。それひどいな。うん。マンションの回線使うようになったから、共用になるから遅くなる場合が。あ、なるほどね。でもね、さっきググったところによると、大して遅くなってるとかっていうのは、引っ掛けなかった。ああ、なるほどね。ああ、そうか。さっき、調べたんですよ。ここのマンションっていうかアパートで使ってる人は俺しかいなかったらしい。ただわかんねえな。うん、確かに共用になったらその分遅くなるかもしんない。うん。まあ、そこら辺ちょっとあれだな。まあ、あれ聞いてみるか。サポセンに聞いてみるか。基本的にさ、光、au 光とかもさ、まあ、光ってことはほぼ1ギガなんですよ、間違いなく。1ギガ契約なんですよ。延長しました。30分延長しました。まあ、フリーダイヤルでちょっとあれなの。確認しとこう。あとで。光回線って基本的に1ギガでしょ？大体。ビッグローブはゴミ。ニューロ光は確か2ギガぐらいなんですよ。確か。2ギガぐらいなんで。まあ、ビッグローブはマジゴミカスだったってこと。とんでもない、詐欺レベルの。でも結構あるじゃん、そういうのって。あれで。そういうのあるっしょ。とんでもない、とんでもないこと、すげえ遅い回線のやつ。あれ結局なんか共有とかなんじゃないのわかんないけど。あ、でも戸建てだったしな。共用になったらマンション住民のネット使用状況にかなり影響されるから。ああ。なるほどね。ただね、そのマンション、まあ、変更、そのマンションのやつが、このアパートで4人以上確かなんか契約してないとなんかダメみたいな感じで書いてあったね。っていうことを考えるともう4人以上すでにいるっていうことなのかな。すでにおそらく4人以上いるということになってる。っていうことを考えると今、まあ4人だと仮定しても4分の1ぐらいになったら嫌だな。ただその分値段は安くなるらしいんですよ。なんか人数が増えるたびに値段が安くなるらしいんだよね。まあ、ただ、
共用回線になるということは、まあ、それだけ遅くなるっていうことやから。あれやな、きついな。まあ今でも5000円ぐらいですからね。月額5000円ぐらいで使って。個人工事じゃなくマンション全体に工事できるからね。なるほどね。これやらんほうがいいな。マンション住人全体に営業できるってこと。なるほど。値段は安くなるけど遅くなりますみたいな、そんな感じなんかな。まあ5000円でこの速度出てればもう、まあ何にも言うことはないよね。ビッグローブはだって1ヶ月6000円で30メガしか出ないんだよ。クソみたいな。いわゆる深夜帯のさ、7時、8時とか、夜の8時ぐらいになると、すげえ遅くなるんですよね。すげえ遅くなるな。みんな使ってるからか。でも戸建てだったんだけどな。実家戸建てなんだけど、それでなってるっていうのよくわかんないですね。まああんまりそこら辺理解してないんだ俺。そこら辺のプロバイダーのあれ理解してないからよくわかんないけど。まあ事実遅かったのは確かに。まあネットはあれだもんね。速度だもんね、やっぱね。速度だが重要だよね。今の時代、昔よりそら、ねえ、安くなったから少々遅くなっても納得できるかどうかだね。せやな。動画とかさ、YouTube とかニコニコ動画とか見てて、なあ、いちいち読み込みとかなるのは腹立つからな。パソコンのスペックもだいぶね、やっぱね、昔のスペックだと処理速度とかがあれだからな。それもあれだけど、もうこのパソコン5年ぐらい使ってるから、もうそろそろ変えないといけない、マジで。スペックがゴミなんで変えなきゃいけない。直撃が一番安定はしてるよ。なるほど。
ちなみに皆さんはあれですか、何使ってる、プロバイダー、プロバイダー何使ってます。マンション共用だと時間帯の混み状況にかなり影響される。あ、ビッグローブ。あ、いやでも多分ね、ビッグローブでもね、やっぱ地域によって違うんだ、そういうの早いか遅いかって。俺のところ地域は多分クソ遅かったんですよ。まあ、そういう可能性ある、ね、今から電話してみっか。今から電話で聞こう。もう営業時間終わってる。営業時間終わってる。遅くなるの覚悟で1年くらい使って別に乗り換えるって手もある。あの今日あのそちらからあの電話があって、マンション今ミニなんですよ。マンションミニで、それからなんかマンションに変えたらなんか安くなるみたいなのがあの言われたんですけど、あの速あの回線の速度とかっていうのは、あのマンションミニからマンションに変えたらあの遅くなる可能性はありますか。ああ。あ、はい、ああ、多分、はい、そうですね。そうっすね。はい。
はい。ああ、なるほど。ああ、わかりました。じゃあ、ちょっと検討させていただきますんで、はい、ありがとうございます。はい。はい。はい。あ、やっぱね、遅くなる可能性あるって言われた。ただなんか、まあ、これあれだな。ただお客様、今のところお客様からはそういった、まあクレーム的なのは来てないとかっては言ってたんだけど、まあちょっとここら辺はあれだね。サービストークだな。サービストークって。これあれだね。安心、信用できんな。信用だな、これ。怪しい。XP では主張できないだと、ハテナコメント打てるんかい？ XP で主張できない？未だに XP 使ってるやついるのか？あれかな？ XP ってあれだよね。もうサービス終わったよね。サービス終わったっていうか、保証が終わったのかな。もう今みんな多分 Windows 7か Windows 10だろうね。俺今7使ってるけども多分あれだよ。7もオワコンになってる。もうみんな多分10だわ。Windows 10だわ。今7使ってる人も珍しいかも。まあちょっとしいので、まあやんない方がいいな。これやらん方がいい。変更しない方がいい。多分回線速度は相当重要だから。広告が設定されました。累計ポイント数が1600になりました。マンマンさん100ポイント、1600ポイント広告ありがとうございます。俺昨日だか一昨日だかさ、なんか毎日さ、広告のさ、ポイントがさ、もらえるなんか、ルーレットみたいなのあるじゃん。あれやったらさ、1万ポイントとか出てさ、1万ポイントぐらい出てさ、自分の動画にさ、全部さ、ぶっ込んだんだけどさ、またそのルーレットでお前あれだぞ。何個ももらって、最終的に1万5千ポイントぐらいもらったから。それは珍しい。うん。1万だか5千だかも当たったんですよ。ふぅ。とりあえず今日、メガネ屋のジンズに電話したら、クソみたいな対応されたんで、動画上げましたからね、クレーム動画、上げましたんで、よかったら広告しててください。あと2チャンネルとかツイッターで拡散してくれ。どういう拡散方法でも構わん。俺がクレーマーってことにして、俺自分でクレーマーって言って書き込んだから。5チャンネルにクレーマーがなんか、ジンズにクレーマーがなんか、クレーム入れてる動画あったぞ、みたいな。今さっき書き込んだから。
もう炎上でもいいわ。炎上商法でもいいからな。あれやってくれ。俺をクレーマーということにしてもいいから、拡散してくれ。さすがにあれだわ。さすがにもう二度といかねえわ。ジーンズはもう二度といかねえ、あのクソ。いまだに届いてねえし。いまだに付属品届いてねえしよ。ろくに謝罪もしねえし。で、おまけに自分で来てくれ。取りに来てくれだからな。自分で取りに来てくれだぞ。頭おかしいんちゃうかって。付属品付け忘れたのさ、店員なのにさ、で、店員が、それ、俺がクレーム入れたら取りに来てくれって。頭おかしいだろ、確実に。気違いすぎる。謝るんだったらまだわかるけど、まるで謝ってないからね。1ミリも多分悪いと思ってないんですよ。クソ店員。なんか丸メガネ、なんだ、丸メガネかけたクソ店員、二十歳ぐらいの店員。マジ頭おかしい、あいつ。とんでもないサービスしよる。あそこのジーンズは。チャリで片道20分かけて行ったのにさ。俺のやつはこれです。ここは稼働するんだよね。この、ここの部分がね。ゴムっぽいな。ゴムっぽい、あれだな。ここはこう開いたりできるんですよ。で、痛くなる、だったらこうちょっと開いてみるとか、多分できると思うんで。うん。で、この耳かける部分はちょっと、アマゾンで買った、なんか耳が痛くならないなんたらかんたらをつけて、うん。ここ曲がるんですよ、ここの樹脂の部分。この先端のここら辺が曲がるんで、こう曲げたりすると、結構、フィットする。わりかしフィットするんで、そこら辺ちょっとやった方がいい。そんなのあるんだ。うん、曲がるんですよ。説明書見たらね、ここのね、この先端の部分がね、これ曲がるんだ。樹脂だから曲げられるんで、曲げて調節してくださいって。説明書に書いてあった。もう疲れたよ、今日は。今日は疲れたよ。今日はね、カフェイン取ってないから、だいぶマシっす。だいぶマシだな。
やっぱ昨日緑茶飲んだから気分めっちゃ悪かったんだ。なんか心臓がね、握られてるみたいな。心臓をこうギューって握られてるような苦しみをね、昨日一日、緑茶飲んだせいでなったんだけど。今日全然、そあんれなだ。営業あるが。ああ。影響ある。あと多いその、お茶の濃いのは苦手だな。俺多いお茶の濃いの好きなんだよな。苦くて。気分もね、あれなんですよ。おかしくなるんですよ。心臓がその痛いだけじゃなくて、精神的に病んでくるんですよ。ググったらね、カフェイン過敏症はね、そうなそれるはや人っがいぱるらしコーヒー飲まないと落ち着かないけど。コーヒーはね、一応ね、集中できるらしいね。普通の人だったらね。カフェインがね、仕事とかに集中できるらしいです。そういう作用があるらしい。最善に三叉カズキは飲むわ。ああ。多分それが普通の人間だな。仕事とかで、ね、集中できたりするんですよ。コーヒー飲んだりすると。でもカフェイン過敏症の人は逆ですね。ものすごい動悸が激しくなって、心臓が苦しくなり、で最終的に思考回路まで、ういろんつーなになる。体質あるんだね。うつーになるわ。すっげえうつになるんですよ。ものすごい。へこむんですよ。なんでか知らんけど、憂鬱になるんですよ。ものすごい。アレルギー体質？そうそう、そんな感じやね。だから普通の人だったら何の問題もねえんだけど、カフェインの、まあ、いわゆるカフェインアレルギーみたいなもんですよ。ひどい人だと、カフェインアレルギーとかのレベルじゃなくて、昔見たけど、Wi-Fi の電波アレルギー的なやつがいるらしいからな。電波アレルギー的なのいるらしいの、マジで。なんか見たな、アンビリバボーとかそんな類の番組で、昔やってたけど。電波攻撃か。だからさ、ほら、よくさ、電車とかのさ、なんだ、なんとか席みたいなとこにさ、昔あったじゃん。携帯電話使わないでください的なね。あれっていうのは結局、ペースメーカーの人がなんか影響を受けるだとか、まあそういったのがあっビル・たんでゲイすツよ。は子供にスマホ使わせないっていうね。38個目さんいらっしゃい。ビル・ゲイツは子供にスマホ使わせない。あ、そうなんだ。でもね、いわゆるペースメーカー持ってる人が、そういった、携帯電話とかで、昔は確かにね、言われてたんですけど、多分今科学で、影響がないっていう、らしいぞ。昔はほら、影響あるとかって言ってたけど、今の、現時点だと多分、影響ないっていう、医学的に証明されてるらしい。まあ、言うてもあれだよ。また10年後ぐらいになったらやっぱりペースメーカーの人にはダメですみたいな。あんねん、そういうの。もう、二転三転するんですよね。
だから、あの、酒だってそうだよ。あの、10年前ぐらいはさ、お酒適量 OK みたいな。適量を取ってれば、あの、なんかさ、あの、寿命が伸びるとかさ、なんとか言ってる。うん。そうそう。あとあったな、あの、紫外線アレルギーとかな。ああいう人もいるからな。うん。だから外歩くときなんか、あの、宇宙服みたいなの、かぶって、なんか厚着して行かなきゃいけないって、言うとったな。ああいう人はかわいそうですよ。山奥で暮らすには別だけど。ああいう人はかわいそうですよ、本当に。いかに人間が、普通の人間って、なあ、幸せだよなって思うよね。食物アレルギーとかもそうだけど、小麦粉アレルギーとかさ、なあ、卵アレルギーだとかさ。関係ねえんだけど、最近さ、やけにさ、食べた後にさ、あの歯にさ、物が挟まるんですけど、これ買ったんですよ。これヨドバシカメラで買ったんだけど、あの、フロス、デンタルフロス的なやつね。買ったんですけど、こういうやつ。これね、あの、めんどくさい。これ、あの、買ったの失敗ですね。普通にあの、終了まであと5分になりました。延長しました。30分延長しました。これ、鏡見てやんないとできない。シェアブルートゥース使えばいいじゃん。ブルートゥース。俺、ブルートゥースってなんだかよくわかんない。使ったことないんだけど、あれ、なんだ。ブルートゥースって。やけに歯に挟まるんだよな。これ、年のせいかな。やけに歯に物が挟まるんですよ、これ。年のせいですか？あ、Bluetooth ってあれか。あの、イヤホンとかのやつだろ。電波の、ノンワイヤレスイヤホン。歯茎下がって切れない？大丈夫？歯茎ね、下がってきてます。やばいです。やばいですよ。歯周病ですよ。あの、剥き出しになってる。剥き出しになり、なってきた。最近。やけに歯に挟まんだよな。でさ、100均で買ったさ、こういうやつ、これ買ったんですけど、これ。こういうやつ。これがですね、あの、100均だからかね、あの、すぐにこれがね、ちぎれるんですよ、ここが。脆いんですよ。で、さらに、この糸が、あの、逆に挟まるっていう。使ってると挟まるっていう、あの、意味のない、ゴミ商品です、これ。これね、使ってるとね、あの、すぐ切れるんだわ。そんで、それが歯に挟まるんだよ。ダメだな、これ。これは普通の裁縫用の糸でたまにやってる。裁縫用の糸？すぐ切れない、それ。
これね、使い勝手はいいんですよ。こう、すぐ手に取って、こう、ベアベアってできるから。こういう糸のやつは、ほら、鏡見てやんないとダメな上に、ちょっと難しいんですよね。こう指入れなきゃいけないから。フロスやるとすごいスッキリするよね。ただ血が出る。血が出る。あの、こうやって、ビギってこう、ギャリって入って、その、歯茎に傷つけてる、これ。絶対。ダメだ。やらかした。これ買わなきゃよかったな、これ。買ったの失敗だな。毎日歯磨きは結構してるんですけど、2回。朝起きた時と夜寝る前。まあ5分間ぐらいやってるんですけどね。まああれだよな。人によるよな。やった後歯磨かないと腫れる時あるな。ああ。俺の兄貴が、あの、すげえ虫歯になりやすい体質でさ、体質とかもあるんですよ。俺そんなに虫歯ならない体質だったからあれだけど、なる体質とならぬ体質あるからな。すげえ、あの、一日さ、あの、毎食さ歯磨いてる人いるけどさ、あの、かかるな。だから、あの、虫歯になりやすい人がいるんですよ、不思議なことに。そういうの あるな。だから今、そのさ、そういうのダメなんですよね。やんない方がいいっていう。でも昔ほら、そんなんなかったじゃないですか。ねえ。そんな常識知らなかったでしょ。知らないでしょ。おまけに何て言うかな。おばあちゃんとかさ、その母親はやんなかったとしても、おばあちゃんとかが、ね、なんか、あの、キスしたりだとか、ね、なんだらかんだらで、やるやついるやん。口内が酸性状態の人になりやすい。へぇ。あ、なるほどね。母親の愛情知らないです、また。まあ俺の母親も離婚してるから。俺の両親も離婚してるからな。あれな、あの、すげえぞ。俺未だに記憶にあるんだけど、両親が離婚した時に、あの、俺三人兄弟なんですけど、三人が、その、誰に親権渡すかっていうか、そのね、で、揉めて、で、俺と兄貴が、あの、その、父親のね、父親がね、あの、おもちゃみたいなので釣ったんですよ。これ覚えてる？俺。物で釣ったんですよ、あいつ。俺の父親。考えられる？未だに記憶あるもんだって。未だにあの、おもちゃみたいなので、ね、釣ったんですよ。俺ら。俺ら釣られたんですよ。で、結局、その、母親は、あの、弟は母親が引き取って、兄貴と、あの、俺は、あの、父親に引き取られたんですけど。その時点でもうすでにクソだなと思ってた、俺。たださ、あの、それと同時に、
母親の方が良かったんだけど。でも6歳。俺が小学3年生ですね。俺小学3年生で。あのね、もう子供ながらに分かるんですよ。もし母親が3人引き取ったとしたらさ、あの、大変でしょ？当たり前だけど。稼がない気いけねえから。だからもうすでにガキの頃からもう分かったんです。絶対父親の方が、その、ね、まあ、ね、仕事とかの面でさ、収入とかの面で、やっぱいいじゃないですか。俺ら、あの、三人とも母親の方行ったら、絶対苦労するんですよ。だから俺は仕方なく父親の方行ったんだよ。嫌いだったけど、そのすでにその時点で嫌いだった。父親はもう大嫌いだ。夜中さ、俺がガキん頃さ、夜中さ、起きてさ、トイレ行ったらさ、あの、その両親の部屋があって、そっから聞こえてきたんですよ。あの、母親のね、あの、暴力振るわないで、みたいな。あの、なんか、すげえ揉めてて、で、なんか、暴力振るわないでとかなんか言ってて、今でも心に残ってるね、あれは。まあ、だからおそらく離婚の原因はあれだな。暴力かなんかだな。おそらく暴力だと。あ、違う。もうあの、悲鳴です。悲鳴です。それを聞いた頃からもう、あの、聞いたんでもう、父親嫌いなんですよ。だからぶっちゃけて言うと、父親は普通にあのぶっ殺してもいい人間だと思ってる。それでさ、お前。いや、取ってないです。あの、今もう、あの、新潟、あ、今もう東京に、今一人暮らししてるんですけど、あの、一切連絡取ってないです。でさ、母親も恨みありますよ。まず俺を産んだことを恨んだ。あと、あれだな。うつ病のこと誰も理解してくれなかったです。もううつ病なんて11年目だけど。誰も、理解してくれなかったですね。もう理解するどころか、あの、精神論で、お前なんとかなるって。なんとかなると思えばなんとかなるんだよ。自分が犠牲になったって納得するしかないんか。父親に引き取られたから運動会はいつも一人だった。辛かった。俺も授業参観はみんなあれだよ、父親だよ。俺だけ父親なんだよ。授業参観で後ろ見るとほぼどころか、あの、父親男のはいないです。俺の家族だけ男。授業参観
父親。しかも嫌いな父親。俺が大嫌いな父親。そんなさ、あの離婚してさ、お前、離婚してさ、辛い思いしたさ、子供を、両親がさ、離婚してる家庭なんて俺しかなかったもんね。うちは父親仕事忙しかったから一回も来てくれたことない。まあそれもあれだけど、まあ、それなのにお前あれだよ。やっぱさ、家族ってさ、やっぱさ、母親と父親さいてさ、こうなんかね、楽しそうにみんなしてるんだよ、それで。うん、だから俺のいとこもそうだったんですよ。いとこのね、家族はね、本当に、楽しそうでな。いとこでさ、集まったりするときさ、すげえ楽しそうだもん。いいなと思うよね。それなのにさ、ね、そんなさ、状況でさ、結婚したいと思うかって話。多分さ、離婚したさ、その、子供ってさ、多分さ、もうすでにそれを経験してるから、多分誰も結婚しないと思う。普通に。結婚しねえと思うわ。だって、父親と母親、離婚してんだもん。するわけねえじゃん。なあ、仲のいいさ夫婦だったらさ、それを見て育ったさ、にあの。そうに運動会昼弁当家族で食ってるのに他弁だったから一人で6年間隠れて食ってた。辛いよな。だからさ、そういうさ、ね、幸せそうなさ、その両親をさ、見ながらさ、育ったさ、子供はさ、結婚したいと思うだろうけど、離婚とかさ、その、ねえ、離婚したさ、のを見てるさ、子供でさ、結婚したいと思うやついねえと思うぞ。ついねえと思うぞ、マジで。だって自分結婚しても、もしかしたら離婚するかもしんないってさ、思っちゃったらさ、結婚なんてしたくないよ。まあ、逆に結婚したいっていう人間もいるかもわからんね。なんかねえ、今まで不幸だったから、
まあ結婚して幸せになりたいっていう人もいるんだろうけど、まあ俺はそうは思えねえな。うつ病だってさ、なんかさ、根性で治せるだとかさ、俺の父親言ってくるんだよ。根性論でなんとかなるって言ってくる人間だからな。まあ母親もろくに理解してくれなかったね。当然のごとく、あ、俺の父親の弟は幸せに暮らしてんの？いや、弟は残念ながら残念ながら母親と嫌なんだった？やっぱ嫌なんだって。わかるわ。だからあれだな、弟だってさ、結局ほら母親だけだったわけでしょ。父親いなかったわけだ。そういう運動会とかでね、まあ一人だったわけじゃないですか、母親がね。だから嫌だって言ってた。嫌だっつって、もうすごい今は一人暮らしですね。一人暮らししてますね。うん、弟はもうずっと嫌だったって言ってたもん。だから母親と一緒に暮らしたくないって言ってたわ。うん。
母親とずっと一緒に暮らすのがなんか嫌だっつって、でもう一人暮らし したんですよ、あいつは。わかるわ、その辛さはわかるわ。うん、その辛さはわかるわ。変化するけど難しいよね。難しいんだ。だからあれだな、せめて兄貴と一緒に暮らしたかっただろうね、小さい頃は。ああそう、あ、離婚した時が俺が小学3年生だから、俺の弟が4つ下なんで、まあ幼稚園の時だな。うん、だから幼稚園の頃からあれですよ。まあ、辛かったんだろうね。うん。わかるわかる。わかるわ。わかる。小学生時代は強がってた。だけど両親揃ってるのが今は素直に羨ましかったと思えるようになった。まあだからあれやな、まあ離婚っていうのはその当人も辛いけど子供が一番辛いと思うわ。うん、一番の被害者子供だよ。うん、絶対。まあ、だからつって、まあ、離婚しないで、まあ、ね、そのままいるっていうのも、まあ、難しいかもしれないけどな。それもわかるんだけどな。うん。そういうのも理解できるけど。うん。まあ、難しいっすね。まあどっちも、まあ確かにどっちも辛いけどな。うん、まあ俺は結婚したことないかわかんねえけど、まあ、少なくとも結婚っていうのは本当に多分その時点では分かんないですよ。確かに今後離婚することなんて結婚した時は考えてないんですよ。うん、当たり前だけどね。まあ、だから、まあ難しいんだけどさ。だから結婚するんだったらそれなりの覚悟いるっていうことっす。もう一生、そいつと一緒に離婚するっていう、ことが、
まあないようなね。前日に出せられた冷えた他弁を誰も来ないから恥ずかしくって一人で隠れて食うのが6年間運動会の記憶。だから多分両親離婚してない人は分かんねえっすよ、この辛さは。ああ分かんねえよ。だから結婚するんだったら離婚はすんなよって話。逆に言えば結婚っていうのはそこまでもうめちゃくちゃ考えてするもんなんですよ。そうしねえと一番ダメージがでかいのは子供だから。で最終的に離婚したら冷めた夫婦の子供ってのも辛いぞ。うん、それもわかる。それもわかる。ただ離婚したらまあほぼ 100% 子供たちから嫌われると思ってください。少なくとも俺と弟はもう大嫌いなわけだからね。喧嘩ばっかり見せられてさ。もうだから俺はもうあいつらは家族と思ってねえから。まあ俺そもそもあれなんか、まあ延長しました、30分延長しました。まあ父親に出てけって言われたからね。うん、まあ感動されたようなもんですね。二度と帰ることはないでしょ。二度と実家には帰ることはないでしょ。あんなクソ親の元には帰らんでしょ。デスノート持ってれば、デスノート持ってた一発目でまず父親の名前書くわ。言ってもしょうがないけど、弟が母親側に行けばまだマシだったかもね。ただ兄貴は俺の2歳上なんだけど、兄貴はあれだね、あいつは強えんで全く何も言わず文句も言わずに暮らしてる。
とそれはな、あとあれだな、結婚してもいいけど子供俺が親だったらそうするわ。長男だけ引き取って小さい子は母親といたいだろうから。まあ、結婚してもいいけど、子供作るんだったら、子供のこと考えろよって話。それだけの、ね、子供作っといて離婚っていうのは、非常に、マジでひどい話なんで。別に子供作らねえんだったら離婚しても何も問題ねえけど。ああ三兄弟の真ん中は辛いポジションだな。別に子供作んねえんだったら離婚してもな、まあその当人同士で決着つくからいいけど、子供作った場合は子供が巻き込まれるからね。子供巻き込まれるから、おめえらのだけの話じゃねえんだよ。その子供に、子供が人生狂うだけだから。まあ、そんな、無責任だね。親は。子供がかわいそうだ。俺はやっぱり幼少の記憶から結婚が怖い。うん、まあね。俺もだから結婚はしたくないけど。まあ、100歩譲って結婚したとしてもだ。まあ、子供は作んねえな。怖いから。怖いから結婚しても子供は作らねえ。ああ、普通の家庭はいいよな。普通の家庭は本当にいいですよ。まあそもそもこんなクソみたいなね、日本、この社会、クソみたいな社会、子供をさ巻き込みたくないよね、こんなクソみたいな世界が。子供作ってもただでさえあれだよ、迷惑なだけだ。こんなクソみたいな
なクソみたいな世界に生んでさ、かわいそうだよ。いいことよりも悪いことの方が圧倒的に多いこの世界にね、子供は巻き込みたくないですよ。だって俺も嫌だもんだって。こんなクソみたいな社会、嫌なことだらけでもう嫌だよ。希望なんてありゃしねえ。希望なんかありゃしねえわ。こんなクソ世界、クソみたいな世界は。ほぼほぼ絶望しかないね。ほとんどのことが嫌なことだもんな。まあ俺だけなのかもしれないけどさ。明るい何か希望があればまた違うんだろうけど俺もない。で、吸ってるの？これはチェのメンソールですね、うん、いいね。だからよくわかんないっすよ。結婚してさ、子供作るさ、理解がわかんないっす。少なくとも俺は。少なくとも結婚して子供作る気にはなれねえわ。こんなさ、クソみたいな世界にさ、体験させたくないもん。それだったら生まれないで無のままの方がいいよな。もう何も存在してない状態の方がいいわ。だってプラマイゼロなんだもん。生きてりゃほぼほぼ9割は多分マイナスだ。いいことなんて人生の1割もねえよ。だから子供を作る人間ってのは俺には理解できないですね。
生きててよかったーって。人間は苦しいものだって割り切るしかないか。苦しいのが人生だってね。生きててよかったーって思ったことだって一回もねえわ。だからさ、人生って苦しいもんなのにさ、だからなんで子供産むんだろうなって思うよね。まあ、個人的にちょっとあの頭おかしいのかなと思うね、子供作るやつは。少なくとも俺は苦しみを楽しむしかない。ド M ド M だったらいいけどな。この世の中人間全員ド M だったらいいのにな。贅沢なんていらないけど普通でよかった。普通に憧れて羨ましかった。全員ド M だったらいいんだけどな。痛いっつっても叩かれるのが喜び、嬉しかったりな。知ってりゃいいやな。普通ってすごい大変なんだなと思った。そうだよね。苦しいのを自分で笑って楽しむっていう、まあほとんど矛盾してますね。苦しいのに笑って楽しむってとんでもない矛盾ですね。で、結局さあ、苦しいからってさ、ね、今後も多分苦しいことしかねえわって。じゃあお前、自殺するしかねえわなってなるじゃん。ただね、自殺自体が苦しいんですよ。つまり苦しむ、今後苦しむことを考えて苦しむっていう。苦しまなきゃいけない、最後の最後で。このまま生きてても多分苦しいことしかないんですよ。ただ、死ぬには、苦しいんで、それがまた死ねないんですよね。とんでもねえわ。とんでもねえわ、人生は。懐かしい飴だね。これはダイソーで買いました。サクマ式ドロップ。まあ、でも、俺が自殺するとしたら多分あれだな。まず父親ぶっ殺して自殺するわ。少なくとも。俺が自殺するとしたら、その前にまず、父親をぶっ殺す。これだな。とりあえず、すべての元凶は、父親だから。生き地獄を楽しむしかないよ。生き地獄楽しむしかねえ。生き地獄楽しむしかねえか。苦しい幼少期だったけど、どれだけ苦しい思いすればいいんだろうと俺も思う。せやな。地獄だと割り切ってさ。まあ、だから、地獄だと割り切れって簡単に言うけどな。割り切れねえもんだよ、人間は。そう簡単に割り切れる問題じゃねえんだよ。
何かある？なんか割り切れないのが人生だよね。なんかでいいかな。なんかないっすかね。楽しいことは。なんか楽しいことねえかな。ないよ。ねえか。全問答みたいになってきた、笑。確かにさ、面白きこともなきよう面白く、すみなしものは心なりけり。前話したけどさ、あの女子高生のさ、コンクリート殺人もさ、あったけど、ハッチの方が絶対辛いんだよ。わかる。分かってんだ。あんな拷問受けてさ、俺が辛いって分かるんだ。分かってるけど。ああいう人の方が辛いってのは分かるよ。確かに。だから俺はまだ幸せなんだなって思うけど、それでもそう思えるんだよな。それで思えるだったらいいけどさ、自分の方がまだマシだってさ、思えればいいけどな。それもできないんだよ。つらかった小学6年間、中学高校はずっとバイトで何のために生まれてきたんだろうと何回も思った。
本当に何なんだろうな。あの女子高生は一体何のために生まれてきたんだろうな、あれは。あんだけ辛い目にあってさ、しかも17歳でさ、一番楽しい時をさ、楽しい時なのにさ、拷問を受けてさ、殺されてさ、一体何のために生きてたんだろうな、あいつは。楽しかったんかな、あの子は。楽しかったんかな、人生楽しかったんかな、わかんねえわ。この世は修行だとか変な宗教に入っちゃダメだぞ、わら。よくわかんねえよな、17歳の若さで殺されてさ、一体何のために生まれてきたんだろうな、悲しくなるぜ、そういう人のことを考えると。本当に何のために生まれてきたんかな、あの人は。悲しい現実だよね、本当に。あんだけの拷問を受けてさ、しかも加害者はたかだか懲役20年ぐらいで。幸せとか楽しさとか期待するから辛くなるんだよね、そんなもんないよ。たかだか20年でさ、出所してさ、17歳、まださ70年ぐらい人生あったのにな、本当に。あの女の子は本当にさ、もうやったもん勝ちみたいな世の中じゃないですか。殺したら殺したもん勝ちみたいな感じだよ、ぶっちゃけ。まだ70年ぐらいあったのにそれをぶっ殺してさ、なあ、たかだか20年で出所できんだもん。ほとんどあれだぜ。殺したもん勝ちみたいな、このクソみたいな世の中や。ほんとに。
あれなんつったっけ、フル、フルハ、あれな、なんつったっけ、あ、よし、あれよ、あ、な、な、誰だっけ、あれ名前なんだっけ、よ、吉田さんだっけ、あれ古田、古田、あ、古田さんだったかな、終了まであと5分になりました。延長しました。30分延長しました。古田純子さんね、あの子のことを考えるとな、まあ三山星の刷毛口にして命奪ったのに命で返すべきだよな、うん、あの子のことを考えるのか、あの子のあの子の辛いこと考えるのか、あの子が受けただろう、受けたであろう辛さを考えるとか、泣けてくるぜ、泣けてくるわ本当に。まあ、まあ他にもいっぱいいるのは確かだけどな、そうやって殺されてる人もいっぱいいるわけだけどさ、まあなんつうかな、まさに生き地獄だよ、なんつうかさ、ピストルでさ、ピストルでさ頭ぶち抜かれた方がよっぽど楽だよ、こうも40日間もさ拷問されてさ、辛かっただろうにな、本当に許せねえよ、
まあ俺がいくら泣いてもその女の子は生き返りゃしねえからな。まあなんていうか人生は理不尽なこと多いよな。